皆さん、こんにちは。今回は、猿が珍しくやる気になったせいで、わざわざ私まで借り出して動画を作っております。今回のテーマは、猿が今まで一度もやったことない、いわゆる100均キャンプギアベスト10みたいな動画です。おそらくこのテーマで動画を作るのは猿にとっては最初で最後だと思いますので、お暇な方はぜひお付き合いくださったあれでコメントまでいただけると感激です。あらかじめお詫びしますが、ベスト10といっても10個に絞ることや順位をつけることにこだわると妙な動画になりそうなので、ここは自然体で、とにかく思いついたものを思いついた順に10個ぐらい上げて、つらつらとその理由を説明させていただきたいと思います。したがってそれぞれの発売時期についても、今年発売されたものもあれば2年前のものがあったりとバラバラなのですが、この点もあらかじめご了承ください。では始めます。一つ目はダイソーの折りたたみシェラカップです。これ間違いなくダイソーさんが値付けを間違えた製品だと思います。なぜこれを100円で発売したのか今も理由は分かりませんが、原価割れしていると思いますので、予想通り在庫がなくなったらばったり入荷も途絶えました。直火こそ禁止ですが、猿が直火で使い倒しても致命的な問題が生じることもなく、一部底がペコペコする個体も生じましたが、そんなことは何でもありません。100円なので現地で注ぎ口を自分で作って加工することも何の躊躇もなく、最高に使いやすいシェラカップとなっています。シェラカップ関連で同じくベスト10入りするのがキャンドゥのシェラカップ用クッションケースです。シェラカップケースは100均キャンプにも多々ございますが、合成ゴムの素材でできてて、シェラカップの形がフィットする円錐以上の製品はおそらくこれだけではないかと思います。シェラカップやその関連アイテムをたくさん重ねて入れても、ゴム系素材なので伸ばしながら蓋を閉じることができて、中でカチャカチャ動きにくいです。シンプルで真っ黒なデザインと220円という価格が少し不愛想ですが、耐久性も高く長く使えるシェラカップケースです。そしてキャンプで外せないのがスキットルです。ワッツやダイソーで330円と衝撃のデビューを果たしたロマンあふれるお酒の容器です。ステンレス製ですが、お酒を比較的長期間入れっぱなしにしていても金属臭くなることもなく大変重宝しています。あと実用性の高さでダイソーメスティンです。これは皆さんも今更言わなくてもぐらいの当然のランクインだと思います。猿は1号用と 1.5 号用の2種類をスタッキングしていますが、少し極端に言えばこれらのセットさえあればキャンプの調理はなんとかなります。炊飯、汁物、パンケーキやラーメンまで実に万能です。100円ショップに空豆型の平式飯盒があればまた順位は違ったかもしれませんが、今のところ100均のクッカーイコールメスティンと猿は思っています。次に外せないのがセリアの火起こし器チャコールスターターです。炭に火をつけたい時以外でもミニ焚き火でもとにかく大活躍です。耐久性は全くないに等しいですが、そこは100円というまるで消耗品のような価格を考えれば十分に合格ラインだと思っています。そして使った回数で言えば間違いなくベスト10入りするのがポケットストーブです。ダイソーから出たミニメスティンに入るものだったり、セリアから出た究極の100円ポケストだったり、いずれもいざという時の火器熱源としてこんなに便利なものはありません。それから焼き網で言えばキャンドゥのコンパクト焼き網とダイソーの丸四角網です。キャンドゥのは15センチ四方で何より耐久性が高いのが特徴です。ダイソーにも15センチの四角い網がありますが、耐久性がまるで違います。そしてダイソーのは丸い方が直径12センチ、四角い方が11センチで、丸い方はシェラカップと同じサイズで使い勝手も抜群です。最近は周囲がアルミ箔みたいなもので覆われた簡単な作りのものに置き換わったのが大変残念ですが、昔の製品は秀逸でした。ということで
思いつく勢いで動画の原稿を書いてますが、次はセリアの固形燃料用ストーブと一緒に使う固形燃料用受け皿です。何せ小さいのでどこに収納しても邪魔にならず、100円なので壊れたら買い替えるという消耗品扱いができる超優れものです。ということで、気づいたらすでに9アイテムを挙げてしまいましたが、まあ細かいことはご容赦ください。最後はダイソーの皮膚希望とセリアのマシュマロフォークとセリアのシェラカップリットです。いずれも猿は DIY で加工したので使い勝手もかなり改善してますが、元となるアイテムは100均キャンプギアなので大変助かっております。さてさて、いかがだったでしょうか。この動画の原稿はわずか15分で書いてしまったので、後で冷静に考えるとまた思いつくものがたくさんあることは容易に予想できますが、それだけ100円ショップのキャンプ関連商品はこの2、3年で素晴らしいものがたくさんリリースされたということだと思います。皆さんにとってもこれが一番というものがあればぜひコメントで教えてください。なお今回は500円以上の高額商品が入ってなかったですが、猿は意図的に避けたわけではなく、純粋に思いつく順番に挙げると100円から300円の商品が多かったというだけです。そして上に挙げたベストギアはどれも安いから良いということでもなく、価格の高い製品と比べても十分に魅力的であるものがランクインしているように思います。加えて言えば、先ほど挙げなかったギアは気に入ってはいてもどこかしら気に入らない点があるという理由がある場合も多いです。ダイソーのマルチツールやセリアのマグネットリリーサーなど重宝しているのですが、気に入らない理由があります。ここでは細かく言いませんが、そういう感じです。結局のところ、100円ショップの一番の魅力は安いという点に尽きるのではないかとは思いますが、ハンギングラックやアルミ三脚、最近だとランタンハンガーなど価格以上の価値を感じるものもたくさんありますので、これからもそうしたものにも注目しておすすめしたい良いものがあればチャンネルでご紹介したいと思います。ご興味ある方はよろしければ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。今回のまとめ動画はキャンプブームの終焉を受けて、猿もこの2、3年を振り返ってみたいという思いつきから企画しました。最近は100円ショップで新商品に出会ってもすぐに取り上げて動画にしたいと感じるものが減ってきましたので、これも一つの区切りかなと感じています。また500円を超えるような100均キャンプギアはむしろホームセンターのキャンプ用品コーナーに並んでいるものと価格帯が近くであれば、最初からホームセンターに足を運んだ方が欲しいものに出会えるような気もしていますので、最近はホームセンターを覗くことが増えてきました。ホームセンターと一口に言っても実際にはホームセンターにより方向性はバラバラなのですが、そのあたりは猿がこの一月ほどでアップしてある動画をご覧いただけるとお分かりいただけるかと思います。カインズ、カーマ、コメリ、ビバ、コーナンと全くその方向性が異なります。いずれのホームセンターもそれぞれオリジナルのブランドを作って、それぞれのブランドが目指す方向に注力した商品開発をされていますので、今後がますます楽しみになってきています。そして残念ながら昨年は猿の地元にあった2つの大きなキャンプ用品専門店は閉店になり跡形もなく消えてしまいました。これも時代の流れなのでしょうか。こうした動きも含めてキャンプ用品のこれからにご興味ある方はよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。